こんにちは。今日はファームリゾート糸島に自撮り食堂があると聞きつけてやってきました。ママさんの目的はドッグランよりも自撮り食堂のようです。ボス君はもうワクワクドキドキのご様子。ありました、自撮り食堂。ボス君とモンちゃんはそんなことよりもドッグランです。すぐにお友達が挨拶しに来てくれました。モンちゃんをすぐに小型犬イリアに連れて行くと、ボス君が探し回るため一度は大型犬エリアにモンちゃんも入れます。少しだけここで遊ぼうか。ただあった。はい、といボス君はモンちゃんがいないと落ち着かないし、探し回ります。お水も一緒に飲みます。飲み方はだらけん飲みですけど。天気もよく良い感じ。あ、大丈夫。モンちゃんはいつもモテモテなんです。モンちゃんモテモテ中。モンちゃんモテモテ中。それもオスのワンちゃんからいつもロックオン。フェロモンが出てるのね、きっと。モンちゃんモテモテ中。注文は向こうでいいんですかね。あ、こちらでいいですか。平日は1,400円、土日は2,000円で食べ放題があります。週末もやってるんですかね。お店の名前は悪大君。本当はラーメンが美味しいって有名って聞いてます。でもママのお口は自撮りのお口になっちゃってます。次はラーメン食べよう。ボス君とモンちゃんはおとなしく待ってくれます。ありがたい。ご飯つぐとき力もついてくる。上から飯が入れた。ブツブツ。おじさんすぐブツブツ言うからね。何回でも言っちゃう。自撮りは食べなさい。なんだ、米の音がなんか一時せやがって知らんよ、ほんとズルンズルになるで。いや、いい取った。あげとる。ご飯の後はモンちゃん小型犬エリアでご挨拶。ボス君は走り回って大はしゃぎ。たくさん走り回ったので帰還します。ボス君、もう満足ですか？満足ね。疲
足満足ね。あーほら満足よ。はよ抱っこして。はい抱っこして。はい、満足です。はい、帰ろ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。登録といいねボタン、ポチッとよろしくね。あー、楽しかった。バイバイ。